皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。WTT チャンピオンズフランクフルト、2023年10月29日から11月5日、ドイツ、10月30日、女子シングルス1回戦で張本美は、15イコール木下アカデミー、同14位、が平野美宇、23イコール木下グループ、世界ランク17位、を下し、 二回戦に進出した。ライブ配信、WTT チャンピオンズフランクフルト10月29日、日曜日から11月5日、日曜日開催。トーナメント表、試合結果木下アビエル神奈川のチームメイト同士が初戦で当たる不運な組み合わせとなった女子シングルスの平野対張本。 今年5月の全農カップ平塚大会では4-2で長本が勝利し、7月の全農カップ東京大会では4-0で平野がリベンジを果たしている。第1ゲームはドライブの安定感で上回った平野が先制。6対2のリードから7-7に追いつかれたものの、終盤バックドライブで長本のサーブを攻めて4連続ポイントを上げた。 第2ゲームはレシーブからチキータで攻めた長本が奪い返し、第3ゲームもロングサーブからの高速ラリーを制して、長本がゲームカウント2-1と王手をかける。第4ゲームも長本ペースで進み、4-1とリードしたところで平野がタイムアウト。しかし流れは変わらず、最後まで両ハンドで攻め切った長本が勝利を挙げた。 初戦から日本人対決となった長本は2回戦でも早田ひな、23イコール日本生命、同5位、との対戦が決まり2試合連続で日本人との対決となった。WTT チャンピオンズフランクフルト女子シングルス1回戦。 張本美とは3の1ひらのみ7の11分の11マイナス13分の8マイナス11分の11マイナス7。どう思いますかコメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。